格安の液晶テレビってどうなの？そんな疑問にお答えすべく今回も調べてきました。本動画ではスペック表や口コミを参考に4社の格安液晶テレビの強み弱みを解説していこうと思います。それでは早速4社船井、オリオン、アイリス大山、TCL の比較をしていきましょう。項目はパネル、バックライト、同時録画番組数、高画質機能、倍速駆動、価格、口コミ、レビューサイトの満足度の8項目に絞り、各メーカーの強み、弱みを解説していきます。まずはパネルとバックライトです。船井の正式名は船井電機というのですが、2017年からヤマダ電機と独占販売契約を結び、国内テレビ市場に参入しました。ただ、もともとテレビは北米で販売しており、シェアも TCL、サムスン、ビジオ、LG に次ぐ5位ということで、日本企業の中では最も健闘しています。4K 液晶テレビだけではなく、4K 有機 EL テレビのラインナップもあり、充実しています。パネル、バックライトともに非公開です。この辺の情報が非公開ですと、画質にこだわりのある方には、個人的にはお勧めできないです。ただし、バックライトの明言はないものの、上位機種にはエリアごとにコントラストの強弱を最適化するソフト処理は搭載されています。次にオリオンです。オリオンはかつて日本に存在した電機メーカーで、テレビ、ビデオデッキ、DVD プレイヤーなどの製品を開発していました。正式名はオリオン電機と言います。液晶テレビ部門は中国企業の台頭による価格競争や海外事業の不振などで業績不振に陥り、オリオンブランドは日本の同志社という企業に譲渡されました。現在、同志社がアフターサービス含め行っています。パネルはこちらも船井と同様、非公開となります。バックライトの方は公開されており、直下型となります。バックライトは液晶パネルを後方から照らす明かりのことで、エッジ型と直下型があります。エッジ型は LED をパネルに対し垂直に配置し、光を動向板で拡散させます。一方、直下型はパネルの後ろから直接ライトを当てるため、画面の光量を細かい範囲で制御できます。そのため、エッジ型と比較してコントラストを高めやすいことが特徴です。なお、エリア制御などの機能は搭載されていません。続いてアイリス大山です。2018年に液晶テレビ事業に新規参入しました。上位機種のパネルは VA、 バックライトは直下型になります。エリア制御などの機能はありません。 VA パネルはコントラストが魅力で、黒の再現性が高く、メリハリの効いた鮮明な映像が得意なパネルとなり、大手も採用度の高いパネル方式となります。しかし、これは大手のエントリーモデルもそうなのですが、格安モデルに搭載されているエリア制御のない直下型バックライトは、単にコストに優れている部材であり、直下だから明るい、画質がいいということは残念ながらないようです。次に TCL です。 TCL は急成長している中国の家庭用電子機器企業で、1981年に設立され、世界160以上の国地域で事業を展開しています。テレビ販売量はサムスンに次いで世界第2位です。最近は日本の家電量販店でも並び始めています。パネルは VA、 最上位モデルのバックライトはこちらも直下型です。エリア制御あり、バックライトの発光自体を制御するローカルディミングとマイクロディミングという船井と同じようなソフト的な補正機能の両方を搭載しています。ちなみに TCL のバックライトに用いている LED ライトは、去年上位モデルはミニ LED だったのですが、今年の上位モデルは普通の LED に戻りました。ミニ LED は小さい LED のことで、より細かくバックライトの制御が可能となります。これによりコントラストを高めることができ、注目されています。さらにこれがもう一段微細になったものをマイクロ LED と言いますが、
ここまでいくと LED 自体が画素となることも可能で、ディスプレイを構成できるようになります。画素分の LED を並べることになるので非常に高価な一方、1画素1画素の明暗を調整できるので画質の点では期待は大きいです。最近のニュースでは、韓国のサムスンが2021年よりマイクロ LED テレビの販売を開始していますが、価格は1600万円だそうです。シャチパンはこのテレビよりも1600万円が欲しいです。次に同時録画番組数です。府内のみ2番組まで同時録画できます。2番組の組み合わせは地デジ、BS 放送、CS 放送であれば可能です。その他のメーカーは1番組までの録画となります。続いて高画質機能です。府内の高画質機能はクリアピクス2アドバンスと 4K クリアピクスリマスターです。あまり詳しい説明はメーカーホームページにもないのですが、クリアピクス2アドバンスはオブジェクトを解析し、蓄積されたデータベースから超解像度処理とノイズ低減処理をするという機能です。説明文だけ見るとソニーのデュアルデータベース分析に似ています。 4K クリアピクスリマスターは地上デジタル放送やブルーレイの映像を高画質な 4K 映像にアップコンバートする機能です。今回ご紹介するメーカーでアップコンバート機能があるのは府内だけとなります。次にオリオンです。オリオンの高画質機能はビビットクロマアジャスターです。特段凝った機能ではありませんが、色を12色に分け、明るさごとに適切な補正をするという機能です。これにより空の青は鮮やかに、肌色をより自然に表現します。また大手や府内にあったアップコンバート機能はありません。そのため地デジなどの 2K コンテンツの画質は国内大手メーカーと比較して見劣りするかと思われます。続いてアイリスオーヤマです。アイリスオーヤマの高画質機能は AI オートです。こちらも特段凝った機能ではありませんが、リモコンの AI オートボタンを押すと AI が視聴中の番組ジャンルを自動で認識し、番組に合わせて最適な画質と音質に調整してくれるという機能です。またこちらも大手や府内にあったアップコンバート機能はありません。次に TCL です。 TCL の高画質機能は量子ドット LED 技術である QLED です。量子ドットとは特殊な状態の半導体で、様々な元素グループによって構成され、ナノクリスタルと呼ばれることもあります。とても微細で直径はわずか2から8ナノメートル、人間の髪の毛の太さの1万分の1の大きさの人工結晶です。光や電気エネルギーを加えると光エネルギーを放出します。この発光をバックライトとして使用しているのが QLED です。量子ドットは青色の光を当てると、その量子ドットのサイズによって別の波長の光に変換する特性を持っています。小さければ青側の短波長、大きければ赤側に近い長波長の光を放出します。人工的にサイズを調整することで狙った光の色が効率的に作り出せるため、混色が少なく純粋な赤、緑、青の光が得られます。これにより従来液晶テレビより表示できる色の範囲が広がり、より豊かな色彩で自然に近いカラーを実現します。測定したサイトのデータからも従来の液晶に比べ高い色再現が見られました。テレビへの適用は青色 LED バックライトとディスプレイの間に量子ドットのフィルムを差し込むことで実現しています。なお、かつてソニーも一時期 QLED を採用していましたが、現在はやめています。次に倍速駆動です。液晶が弱い速い動きによるブレ、ボケを抑制するための機能です。府内が4倍速相当、 TCL が最上位モデルは非対応ですが、上位モデルは2倍速となります。府内は国内大手メーカーの上位モデルと同じように、前後のコマの情報から新しい1コマを推測して作り出すことで、
2倍速、ここからさらに LED バックライトの高速点滅により擬似的に4倍速表示します。 TCL は LED の高速点滅がないので2倍速に相当します。続いて価格です。お店や販売時期、モデルによっても大きく変わりますが、55型上位モデルの参考価格も合わせて載せています。国内大手メーカーの上位機種では15から17万円程度、同じく安いと評判のハイセンスは11万円程度となります。今回ご紹介しているメーカーは全て国内大手メーカーよりは格安です。オリオンが激安に見えるかもしれませんが、実はオリオンには上位モデルというものがなく1モデルのみです。搭載されている機能から考えると他社の下位機種に近く、下位モデルの中で比較するとアイリス、オーヤマ、TCL と同価格帯です。今回ご紹介するメーカーではオリオン、アイリス、オーヤマ、TCL がハイセンスと同価格帯、フナイが国内大手メーカーより少し安いという印象でした。次に口コミです。総じて画質に関しては国内大手メーカーには及ばないものの、そこまで画質にこだわりがなければ十分満足できるという好意的な意見も多かったです。一方サウンドに関してはスペック上どのメーカーも出力ワット数が小さいこともあり、こもって聞こえるなど各社不満が多かったです。気になる方はサウンドバーなどの導入をお勧めします。フナイは最大で7年保証ということで長期保証が嬉しいという声がありました。またフナイの特徴でもあるのですが、 1TB のハードディスクを最上位機種のみ内蔵している点が好評でした。新しく外付けのハードディスクを購入しなくても地上デジタル放送約127時間ほどの録画が可能となります。また Android TV ということで好評でしたが、ホームページにも全てのアプリに対応するものではないという記載があるように、 Netflix や TVer が非対応となります。よく動画配信サービスを利用される方は確認しておくことをお勧めします。次にオリオンです。オリオンは何といってもコスパを褒める声が多くあり、大型でも安いと好評でした。またどこまで効果があるかは分かりかねますが、目や体に悪影響を及ぼすと言われているブルーライトガード機能がいいという意見がありました。悪かった意見は地デジの画質が少し荒く見えるという意見がありました。またネットサービスには対応していないことも少し残念という声がありました。続いてアイリス大山です。こちらもコスパを褒める意見が多かったです。また音声操作がテレビ単体でもできるということで面白いという意見がありました。一方悪かった意見としてはオリオンと同じく地デジの画質が悪い、ネットサービスには対応していないことが少し不評でした。しかしネットサービスを利用しない方にとってはシンプルでいいという声もありました。次に TCL です。 Android TV ということで充実したコンテンツが好評でした。スマホや PC の画面をテレビに映せる Chromecast も好意的な意見が多かったです。一方悪かった意見が少し多いのですが、こちらも地デジの画質が少し悪いという意見がありました。地デジの画質を優先する方はアップコンバート機能が搭載されたモデルも検討した方がいいように思いました。それと設定でどうにかならないのか、番組表がサブチャンネル表示となっており、1画面で3放送局分しか表示されなく、国内大手メーカーの番組表に慣れていると少し使いづらいように感じるようです。また故障も他社より少し多く感じました。そしてヘルプサポートへの電話接続状況もオペレーターが少ないのか件数が多いのか分かりませんが、接続まで結構時間がかかるという意見が多くありました。ただ対応自体は悪くないようです。それとリモコンの応答する角度も狭いという声がありました。 QLED を採用している珍しいテレビですが、不満点が少し多い印象でもったいないなと感じました。もったいないといえばビックリマンチョコが昔すごく流行った時期がありまして、近所の小学生がシールを買いお菓子をゴミ箱に捨ててました。
当時5歳くらいだったシャチパンはこのお菓子をもったいないと思いよくゴミ箱から食べてました。その後社会問題になり近所から消えてしまった時はすごく悲しかったですね。最後に満足度です。これは現モデルから1個前のモデルまでを対象とした5点満点の満足度平均点数です。以前動画でも取り上げた大手5社も合わせて比較していきます。こうしてみると今回ご紹介したメーカーの満足度は大手5社よりは低い傾向です。その中でもオリオンの満足度が最も高かったです。余計な機能をすべて省いた激安テレビということで好評でした。一方 TCL は好評な意見も多い中、口コミでもあった不満点により点数が少しマイナスに働いてしまったように感じました。さてまだご紹介できていない項目はあるのですが、各社の特徴についてざっと比較しました。国内大手メーカーと比べてしまうと多少見劣りする点もありますが、その差に価格分の価値を感じないのであれば非常にコスパのいいテレビであると思います。今回ご紹介した内容を踏まえ量販店などで最終確認をしてみてください。また本機をお持ちの方で良かったところや使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。さて今回の動画はこれで終わりです。本動画が参考になったっていう方、もしくはビックリマンチョコのシール普通にカツアゲされたことのあるこのシャチパンに同情された方は、高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。